ちは。本日はお越しくださりありがとうございます。久しぶりにこの素晴らしいホールで演奏させていただけることをとても楽しみにしていました。最初に演奏させていただいたのはグリームの作品で、とても温かく、優しい作品で始めさせていただきました。続いてベートーベンのピアノソナタより、告別という作品を演奏させていただきます。この作品は1楽章、2楽章、3楽章という3つの楽章からなるんですけども、それぞれにベートーベン自身で題名をつけていまして、1楽章が別れ、2楽章が不在で、3楽章が再会というように題名がついています。これはベートーベンの、とても親しかった友人のルドルフ大公という方が戦争の影響でウィーンを離れなくてはいけなくなってしまって、ベートーベンが彼のために書いた作品です。この別れと、そしていない不在の悲しさ、そして再び再会できるという喜びというのは、今現代の私たちでも誰しもが経験することなのではないかなと、思うので、この曲は最後再会の喜びと希望に満ちた作品なので、どうぞ楽しんでお聴きください。
の気持ちを込めて、そしてまたどこかで聴いていただけるコンサートでお会いできる機会を楽しみに、心を込めて演奏させていただきたいと思います。どうぞお聴きください。Thank you.